では今回は、神窯探訪ということですね。まあ昔、奉天と呼ばれたところで、満鉄付属地としてね、日本が都市計画を作って、まあ駅もね、東京駅に似たような駅で、非常に美しい駅だと思います。で、これが、まあ神窯駅なんですけれども、まあ日本がね、設計を作って、奥にね、まあドームもあるような、こう、辰野式と言われるようなね、駅ですね。で、まあ、現在もね、この手前の部分として使われていて、まあ、それは東京駅もね、似たような感じかもしれませんが、非常に美しくて、私はこれを見るために、まあ、瀋陽にね、泊まりに行ったのと、満鉄のね、大和ホテルに、奉天大和ホテルに泊まるために行きました。で、今回はですね、この中山広場からね、この駅の方に歩いていくんですけれども、ここはね、日本の郵便局とかいろいろ残ってまして、ここの中山広場もね、大変美しい建物とかがね、残っていますので、紹介していきたいと思います。まあ、もともとはですね、この瀋陽自体が、こっちが故宮ですかね、大清帝国ですかね、もともと都だったところで、こっちに、まあ、いろいろ街並みが、古い街並みもありますので、またね、別の機会にね、紹介したいと思います。で、空港からね、タクシーみたいので、タクシーで向かったんですけれども、これが、瀋陽、奉天大和ホテルですね。まあ、今はね、違う名前になってますけれど。タクシーもなんか、で、普通に行ってね、そんなに高くないんですけど、なんかちょっと怖いというかね、駅でしつこく話しかけてくる人とか、タクシー、白タクみたいな話しかけてきたりしたんですけど、普通のね、正規料金もそんな高くないと思います。で、ここはですね、まあ、大和ホテルのその改装されてる中でも結構綺麗、まあ、どれもね、美しいのはもちろんなんですけど、このなんか改修されたのが最近なのかね、非常に綺麗な感じがしますね。まあ、ここがね、ロビーで、まあ、この中2階みたいなのとかあってね、美しいですね。ここのね、階段とね、このステンドグラスとか、ちょっとね、当時の、どこまでが当時のものかわからないんですが、非常にね、美しい。で、ぜひね、皆さん、まあ、エレベーター使うのは、ね、荷物持ってっていいと思うんですけれど、階段もね、ぜひ使ってほしいなっていうところです。この螺旋階段がね、まあ、当時の、まあ、手すりとかね、後から付けたものだと思いますが、当時のままね、ここ、非常にね、美しいですよね。まあ、ところどころね、傷んでる感じも味があってね、いいのかなと思います。で、まあ、中国のホテルにね、よくあるこの有名な人が泊まったシリーズで、ね、まあ、右下がね、溥儀ですかね。上は張学良ですかね。ちょっとわからないですね。で、まあ、ホテルの部屋もですね、結構もう、綺麗な方で、まあ、普通にね、ビジネスホテルぐらいの清潔さで泊まれると思うんで、まあ、ぜひね、日本人としてはね、まあ、大和ホテルに泊まってほしいなと思いますね。クラシックホテルでね、歴史がありますね。まあ、廊下はね、普通かもしれませんけど、この中国のこれもよくあるところで、誰々が泊まったみたいなね、札というか表示がされてるんですけど、私はね、まあ、安い部屋だったので、まあ、安い部屋だったんですけども、なんか、大将が泊まったとかね、書いてありましたね。で、このホテルのね、前の前が中山広場っていうところなんですけれども、ここもいろんなね、この建築物があってね、非常に美しいですね。今見るとね、ここスピーカーがなんかあったりしてね、なかなか面白いですね。まあ、ここもね、商工会みたいに書いてありますけど、まあ昔は何かの建物だってちょっとね、調べたらね、わかるのかな。こうした感じで、当時のね、建物とかが残ってて、まあ非常に美しいです。まあ、3月ぐらいに行ったので、あんまりね、外で歩いてないんで、ちょっとね、こうやって雪残ってますけどもね。まあ今でもね、こう銀行で使われてたりしてね、建物として美しい。よくね、残ってたなと思いますけど、ぜひね、残してほしい場所ですね。で、これはね、毛沢東主席ですかね。このなんか銅像みたいなのがあって、ちょっとね、月が出てたんです。
月と重なるように写真を撮ってみました。決してね、不敬な写真を撮るつもりはなかったのでね、ちょっと怒ってる人いたら、お許しいただきたいと思います。このままですね、駅までちょっと散歩というかね、夜、夕方、こう歩いていったんですけど、ところどころね、この古い建物あったりしてね、非常に美しいですし、まあ日本統治時代にね、こう作ったような、まあ満州国かもしれませんけれども、そんな感じのね、建物が見ることができます。これもね、郵便局だったようなんですが、今でもね、中国郵政が使ってて、これも楽しいですかね。まあ文字とかにあるね、昔の郵便局なんかこういうの今でも残ってて、まあ似たようなね、感じなのかなと思います。まあここも昔のね、日本の建物なのか、マクドナルドもね、古いところに入ってて。まあ、いろんなところでね、世界一美しいマクドナルドみたいのね、競ったりしてますけど、まあ、自称で言ってますけど、まあ、こういうところもね、クラシックホテルとかね、スタバとかもね、ありますからね。古いところに入ったりとかしてね、こう、美しいと言われるような場所なのかもしれません。で、お目当てのね、信用駅です。まあ、中に入って、たんですけれども、まあ、ちょっとね、チケットのその受け取りとかで、まあ、中国なんかあんまり鉄道とか写真撮らない方がいいっていうんで、あんまり撮ってないんですが、まあ、他の人がね、写真撮ってるようなね、場所は大丈夫なのかなと思いますけど、もし怒られたりね、注意されたらすぐやめた方がね、いいのかなと思います。まあ、ちょっとこの、なんていうんですか、ネオンっていうんですかね、がなんか、蛇足というか、景観を害しているような気もしますけど、まあ、ここもね、中国も今、資本主義じゃない、何でしたっけ、社会主義市場経済なんでね、こうなんか広告が並んでいるような感じです。日本の東京駅以上かもしれないですね、この広告の多さは。それでもこう、やっぱり近くてね、見ると美しい建物で、綺麗にこう修復されてる感じも、あって、まあ、いろいろね、まあ歴史は、歴史とか経緯があるんでしょうけども、中国の人はね、建物を大切にしてる感じがします。これはね、満州国建国以前なんでね、張学良がこう支配、張学良じゃない、そのお父さんですね。張作霖がね、満州支配してた頃の建物なのかなと思います。で、帰りに、ね、この、ラーメン屋さんにちょっと寄って写真撮ったんですけれども。まあなんか店主さんは中国人なんですけれども、日本のね、なんか早稲田の近くで修行してたみたいなこと言ってて、日本のちょっとラーメン、ラーメンと中国のラーメンの間のようなね、非常に美味しくて、また来てねって、なんかサービス券とかもらったんですけど、ちょっとまた行く機会はなかなかなかったですね。一回でね、短い旅行だったんで。で、夜もその山本ホテルのね、まあこれ写真なんですけど、ライトアップしてね、まあ周辺もライトアップやってるんで、まあ、非常に美しい場所なのかなと思います。ぜひね、まあちょっと行けるようになりましたらね、日本の作った都市というか、ホテルのね、街並みをね、見に行ってもらえたらなと思います。ではね、今回は以上と思いますね。ありがとうございました。またこのね、中国のホテルでは、抗日女性みたいなのがね、活躍してましたね。ではね、以上になります。ありがとうございました。